はい、すずのミッドナイト TV ということで、またまた超面白い企画が思いついちゃう。題して、すする TV 実況選手権。イエーイ。ヌードルさんとサルのキリアさん、注文制で、今回は店主さんおすすめの塩味玉ラーメンをチョイスしました。ノビーさん、そうですね、いいですか。はい、非常にやりづらい。めちゃくちゃ嫌。好きな動画と原稿を選んでいいから。なんせ700分あるからね。そうだよ、めちゃくちゃあるから、在庫は。第1回でもいいよ。原稿はないけど、第1回の原稿はさすがに残ってないけど。まあもう体当たりでやるってのもあるよ。じゃあ僕が選んだのはこちらです。こちらで鯉のぼりさんです。おお、来たー。全然俺面白くなかったもん。生っ粋の看板ということでね。野球のエキスがすごいからね。一人も分かんないもん。全然もんなかった。いやいやいや、分かるっしょ。より面白くなるってこと。すするのは少なくとも面白くなかったです。やめてよ。やめてやめて。一緒に考えて。だいぶ力借りてるから。面白くなるってことね、ノビーがあれば。さらに、あー、もちろん。いや、もうほんまやめて。リアクションもじゃあお楽しみください。うん、って感じで。ワイプははい、一応今回も最初から一応ね、はい、じゃあ行きまーす。おう、すする TV、 ずるずるゾーン、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけども、今回はフラッと歩いてたらカープに染まりたいってことでこちらです。ドン、見えねー。長いから徒歩何分かのところ、鯉のぼりさんにお邪魔してます。まあ1番2番ということでね、辛いラーメンを吸ってるんですけども、まあカープ一色ってことで優勝おめでとうございます。いやー、本当におめでとうございます。レッツゴー。さあ、鯉のぼりさん、初見制です。今回は激辛つけ麺をチョイスしました。辛さの表記がカープ選手の背番号になっていて、今回は6から今季でカープを退団するそよぎを選びました。先にごま汁と、あ、ごま汁じゃないわ。楽しんでろー。ごま汁。こちらが鯉のぼりさんの激辛つけ麺の6からです。わーい、何もトッピングしてないのに680円でこのボリューム、2人前の鍋ぐらいあるんじゃないかってことで、いただきます。まずはつけ汁にごまを投入して、しっかりとなじませたら、あまりの腹ペコさにオンリーメンスリーも忘れて、早速麺を絡めて、そうするわ。てーい。酸味が効いたラー油と唐辛子の辛さ、そしてごまのコクも感じる冷たいつけ汁はうめー。しっかり冷水で締められた麺の歯ごたえと野菜のシャキシャキ感で、菊池も丸も松山も大満足でしょう。では次に細切りの鶏チャーシューを絡めてすると、辛い漬け汁にしっとりな鶏のチャーシュー、そして麺の組み合わせがバッチリ。さらに野菜は14品目入っているということで、来年でプロ入り20年目の新井さんの健康もバッチリ維持できるでしょう。おかえり新井さん。誰だよ。さあ、ここで完全にお鍋感覚で豆腐の登場。漬け汁の酸味とも相性が良く、まさに阿部と野村のようですよ。誰だ。さあ、こんな感じでまだまだ飛び出す野菜たちと絡めた麺を、ママチャリ通勤のエルドレットを思いながらどんどんすすって、ここで相沢ではなく味玉でもなく石原の登場。漬け汁は少しピリ辛なので、卵のコクを程よく感じられます。ってな感じで、抜群にちょうどいい酸味と辛さ、そしてたっぷりな野菜を堪能したら、最後にもう一度言わせてください。カープ、クライマックスシリーズも買ってくれよ。そして日本一も狙ってください。っていうことで、本日も完食です。大変美味しくすれました。680円でこのボリュームはなかなかないんじゃないでしょうか。それではごそれ。おお、最後すごいな。疲れた、はい、ごちそうさまでした。いやー、行ってきたんですけども、いやいやいや、いいっすか。すげえな。疲れた。滑舌がいいね。確かに歯切れが良い。滑舌はね、まあごま汁言うてもたけどね。ごま汁だけは太っ腹。よくなかったのごま汁だけど、あと人名のチョイス、うん、全体的に誰っていう話は。いや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 、カープ次第だから。いやいや、今期の優勝した時のオーダーの、ね、立役者ですよ。一番から全部使ってるからね。カップでしょ、うん、マエケン出せよ。いやいや、もう俺もだって、マエケンとミスター赤ヘル、山本浩二、山本浩二出せよ。古すぎだろ。その二人しか知らないってみんな。前田智則は知らない。あれは弟ですって言ったね。スランプになって、スランプになって、もう納得いかんすぎて会見で、いや、あれは前田じゃありません、弟ですっていう謎の。いやいやいや、一番頭おかしいやろ。あっていうカープネタ、はい、皆さんはお楽しみいただけたでしょうか。みんな分かってたのかな。矢部くんは分かってるだろうけど、矢部くんは分かってる。まあね、はい、というわけでね、カープファンということはグッドボタン、それ以外のファンの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そんなやり方なの。そんなやり方、そんなやり方なんなの、マジで。でもやってんな。これだけでダイエットになる気がするけどね。
そうやね、結構。確かにね。でも毎日やっぱ音読するっていうの結構なんか、ボケなしそうだよね。結構ボケなそう。ボケなそう。ボケなそう。毎日、すずり TV を朗読しよう。おー、おーいいよ。原稿を公開していく、原稿を公開するのやだ、なんか。生恥ずかしいよな。確かに。暗転とか書いてるから。歌詞ぐらい恥ずかしいよな。歌詞めっちゃ恥ずかしいよな、なんか。うん。なんでもないです。はい、全部言っちゃってるけどね。全部言っちゃってるけど、なんでもないです。やばい。言っちゃってる。